天が崎市は兵庫県の南東部に位置する市。中核市に指定されている。1916年に市政施行。人口は45万506人。兵庫県の南東端に位置する。大阪府の自治体を除いて大阪市に隣接する唯一の自治体で、市外局番も大阪市と同じ06である。天が崎藩の城下町を中心に、 工業都市へと発展を遂げ、中核市の指定を受ける、以前の1948年から保健所政令市に指定されている。神戸市、姫路市、西宮市に次いで、兵庫県下第4位の規模の人口を有しており、2018年には9年ぶりに人口増加に転じた。沿岸部及び、名神高速道路、JR 西日本福知山線沿いの工業地域、 阪神山ヶ崎駅、JR 山ヶ崎駅周辺の商業地域の他は、住宅地が大半を占め、兵庫県の自治体のうち人口密度が最も高い。ただし、大阪市への通勤率は20.9%にとどまり、昼間人口率は96.3%と、阪神間の自治体の中では最も高くなっていて、ベッドタウンと産業都市の両面の性格を合わせ持つ。 近年は JR 西日本や阪神運営線を中心に高層マンション群やショッピングセンター、巨大物流施設が見られるようになった。JR 天ヶ崎駅北側では大規模な再開発地域が整備されている。また、昭和初期以降、工場の地下水組み上げによる地盤沈下で地域の3分の1が海抜ゼロメートル地帯となり、高潮による浸水被害に見舞われたが、 その対策で1954年に建設された防潮堤は東日本大震災後から補強工事が行われている。尼崎市中心部周辺の空中写真、1985年撮影の18枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。南は、 大阪湾に面し、西は、西宮市、北は、伊丹市、北東は、豊中市、東は、大阪市に接しており、地域は、大阪平野に含まれる。隣接する、自治体、行政区下線天ヶ崎は、稲川、神崎川の河口に12世紀頃形成されたさすが、陸地化した土地であるや、クイセという地名があることからもそれは伺える。 地域の大半は、摂津国川辺郡で、向川佐賀地域が、向郡郡となる。神崎が、水陸交通の要所として、大物の浦が、海上交通の拠点として、古くから栄え、江戸時代には、戸田市鉄によって、大物の浦に隣接する地に、天ヶ崎城下が整備された。なお、城下の東端を流れ、大阪府との府県境となっているサモンド川は、 サモンと通称された私鉄が河川改修を手掛けたことによる。南波七世室町時代、川辺郡南部の天賀崎を拠点として、西鉄を支配した赤松氏が配下とした武士団を南波七世と称した。七家の数え方は文献により若干相違があるが、むね小寺市、広岡市、奥島市、高岡市、鹿島市。 木島市、大江市、上村市、生本氏市等のことを言う。江戸時代を通して、同地域に勢力を保つ天ヶ崎市の旧家である。年表行政区画の変遷人口かつては、神戸市に次いで、県下2位であったが、人口減により、姫路市及び、西宮市に抜かれた。ただし、人口密度は、兵庫県内の市町村で最も高く、日本国内においても30位以内に入る。 1971年の55万4155人から減少を続けていたが、徐々に減少傾向は緩やかになり、2008年は37年ぶりに人口増加を記録した。2010年の国勢調査で45万3608人となって、以降は横ばいとなっている。地区、町名一覧市内は、旧町村域をもとにした6地区に分けられている。 みその町とみそのという似た地名がある。中央地区大ね旧天ヶ崎町域、かつては市役所があり、本町地区とも称した。阪神天ヶ崎駅を中心とした南中部。小田地区大胸旧小田村域。JR 天ヶ崎駅を中心とした南東部。王将地区大胸旧大将村域。向川駅などを含む南西部。 立花地区大ね旧立花村駅。立花駅を中心とした北中部。現在の市役所は立花地区に所在。阪急塚口駅は北側が含まれる。向こ地区大胸旧向こ村駅。向この村駅を中心とした北西部。園田地区大胸旧,園旧、園田村駅。園田駅から塚口駅にかけて広がる北東部。 南道口名市移動、名工事、寺、職満、今用、大物初代の天が崎市長市長、匠、四季市政志向の翌年である1917年4月26日の司会において、天が崎藩のやり印をもとに、工業都市の公とカタカナの天を組み合わせた初代の市長が制定された。隣接する大阪市の市長とデザイン面の類似性が指摘されることがある。 1936年に小田村と新設合併した際、小田村の章を表すため左右に二つの点が加えられて、現在の形となった。式は白地に師匠を丸ルで染め抜いたものが使用されている。鹿初代の鹿は1926年に歌詞を一般公募して制定された。作詞福武を、福竹鹿を作曲、小部う八。 原稿の二代目鹿は、小田村との新設合併後、1940年の後期2600年記念事業の一環で作詞を、土井万水、作曲を東京音楽学校に依頼して制定され、太平レコードが SP 版を製造した。第一代的な歌詞だが、戦後もしばらく歌詞の一部を省略して、小学校の運動会などの行事において演奏されていた。この 1969年に、市政広報番組の主題歌として作成された、協築党の願い。1986年に市政70周年を記念して作成された、アーアマガ市民家族、地元の女性デュオアマユーズが制作した2015年発表の、市政100周年記念 PR ソング、天マガなどの愛称歌が存在する。木、花など、しの木は、花水木、 市の花は、京畜刀。市の草花は、ベゴニアが選定されている。市の花は1952年選定で、市の木と草花は1991年に選定された。市の鳥は選定されていない。小下川。対岸は、とホテル天が崎と、総合文化センター町角ジャーミングショーとシビカと、景観への取り組みかつては、 阪神工業地帯の中核を担う工業都市として、高都と高し、立ち並ぶ煙突が町の誇りとされる一方、郊外の都市として有名であった。近年では、工業用排水、生活排水による汚染が著しかった市の中心部を流れる小下川が魚の住める状態にまで改善されたとして、2000年度の建設大臣賞、よみがえる水百選を受賞するなど、 美化事業に力を入れている。2010年まで行われた NGO 主催の持続可能な地域社会を作る日本の環境主とコンテストには2001年開催の第1回より毎年参加しており、特に2004年開催の第4回においては総合で4位、人口規模別で1位、地球温暖化防止部門の人口規模別で1位となるなど総合ランキングで トップ10の常連として名を連ねた。2013年には国により環境モデル都市に選定されている。また、天笠基市では1986年から景観に対する優れた取り組みを表彰する街角チャーミング賞を実施している。歴史的建造物の保存のみならず新規建造物も,も対象としており、2016年まで研究会を行われた。 天ヶ崎21世紀の森構想天ヶ崎市内の国道43号以南の約1000ヘクタールを対象区域とし、21世紀を時間軸とした長期的な取り組みで行う一大プロジェクトとして、兵庫県は水と緑豊かな自然環境の創出による環境共生型のちづくりを目指して、平成14年3月に天ヶ崎21世紀の森構想を策定した。 市民をはじめあらゆる主体の参画と共同により、天が崎21世紀の森づくりを進めるために、2002年8月に天が崎21世紀の森づくり協議会が設置されているほか、パイロットプロジェクトとして天が崎の森中央緑地の整備が進められている。また、高層区域内にある天が崎運河は国土交通省が支援する。 運河の魅力再発見プロジェクトの第一次認定を受けている。中核市移行尼崎市は2007年5月21日、正式に中核市への移行を表明し、同5月23日に白石市長を本部長とする第1回中核市推進本部会議を開催した。過去、人口要件は満たしていたものの、地域面積が 約50平方キロメートルと要件に満たなかったが、第28次地方制度調査会で面積要件については廃止することが適当とされ、2006年6月7日に地方自治法の改正、施行により正式に中核市都市候補となった。後に2008年10月16日付の官報により、政令の交付がなされ、2009年4月1日に中核市となった。 隣接する西宮市は2008年4月1日に中核市に移行しており、兵庫県下では姫路市と合わせ3市が中核市である。中核市への移行で県から多くの権限が移譲されたことに伴い、2014年には兵庫県の出先機関である阪神南県民局が規模を縮小した阪神南県民センターに改祖された。 暴力団排除活動支援市内に指定暴力団の本部事務所などがあることから2019年市は独自に市暴力団排除活動支援基金条例を制定。同年、暴力団追放兵庫県民センターが暴力団事務所の使用差し止め請求を神戸地方裁判所に行った際に条例による基金から一部援助を行った。稲村和美歴代市長 桜井忠武上村森寺桜井忠武有吉、実有吉実のる林作六等生之助坂本、正さ水薄いか田や高吉安生平十郎二代目、六等生之助宮田吉吉良いふ稲村、和美桜井忠武古城林寺、畑春雄市内に、兵庫県警天ヶ崎北、天ヶ崎東、天ヶ崎南の三警察署が置かれている。天ヶ崎市消防局が管理する。 東、西、北の4消防署と中署に三ム文署、東署に上高寺出張署、西署に向こ文署と王将出張署、北署に園田文署と塚口出張署がある。天ヶ崎市公営企業局が管理する。市役所近くに別の庁舎を設けている。天ヶ崎市経済環境局環境部の管理で、 市湾岸部に2つの清掃工場を設置し、処理を行っている。2002年より、家庭系ゴミでは、指定袋製を採用している。指定ゴミ袋制度の4つの根拠は次のようなもので、ある。ゴムや、比較類、プラスチック類を含む、燃やすゴミ、主に食品系の缶を含む、瓶、缶、ペットボトル、紙類、衣類、小型家電、刃物類、ガラス類、 スプレー缶などを含む金属製小型ゴミ、溝の泥、死尿などの区分があり、地区ごとに設定された指定日に個別収集が行われる。動物の死体や大型家電などリサイクルシステムのないゴミの収集は別途の申し込みと処理にあたっての処理券の購入が必要である。クリーンセンターへの持ち込みも可能。令和2年11月3日、現在市内は鉄道網、 道路網ともに充実しており、港湾も有するほか、近隣には空港も立地している。このほか、市の北部を山陽新幹線が通り抜けているが駅はない。新大阪駅が最寄り駅となる。国道2号線阪神バス、天川崎市内線、天川崎交通事業振興、伊丹市営バスは、乗降方式が前乗り屋通り、料金先払い、 阪急バス、阪神バスは後乗り前折り小払いである。市内の停留所は同じ箇所でも事業者で異なる場合も見られたが、2009年に一部停留所の名称統一を行うなど改善を行った。隣接する伊丹市、豊中市は大阪国際空港を要する。尼崎市は空港地元自治体連合の大阪国際空港周辺都市対策協議会の 一員である。ただし、市内からの交通アクセスは、阪急板見線や JR 宝塚線で、阪急板見駅、JR 板見駅まで移動して空港業の、板見市営バスに乗車するか、阪急電車で、大阪市内の13を経て蛍ヶが池まで行き、大阪モノレールで空港に入る大回りを、強いられるなど、全般に不便である。 一時期、JR 天ヶ崎、阪神天ヶ崎と空港を結ぶリムジンバスもあったが、廃止された。リムジンバス利用の場合は、甲子園駅、西宮北口駅、または大阪駅まで出る必要がある。なお、関西国際空港へは、JR 天ヶ崎駅、阪神天ヶ崎駅から直通のリムジンバスがある。指定金融機関。 三井住友銀行甘ヶ崎市に本社を置く企業、甘ヶ崎市に事業所を置く企業甘ヶ崎市に縁のある企業外閣団体など2004年に甘ヶ崎計算教育特区の認定を受けた。1953年から2007年まで公立高校入試において総合選抜を実施。関西国際大学甘ヶ崎キャンパス。 伊丹市の兵庫県立阪神混用高等学校は、バスでのアクセスは本市側の方が良いとなっている。伊丹市の兵庫県立阪神混用特別支援学校は、バスでのアクセスは本市側の方が良いとなっている。ちっちゃいおっさん政治、経済、放送文化、芸術芸能、マスコミスポーツゆかりの人物兵庫県に属するが、自然域が大阪市。 豊中市、吹田市、森口市などと同じ市外局番06になっていて通話料金も大阪府扱いである。ただし西日本電信電話の事業区域では兵庫県扱いになっている。この理由は大阪市との経済的な結びつきが強い甘崎市が1954年に市外局番が適用された際に 天ヶ崎市も大阪市内と同じ通話料金で利用できるようにとの配慮で、天ヶ崎市が日本電信電話公社に工事費の一部として約2億円の電信電話再建を引き受け、大阪市と同じ市外局番になったという経緯がある。当時は市外局番が同じ場所へ通話をする際の料金が市外局番が違う場所の半分で済んでいたことから、天ヶ崎市は大きな恩恵を受けた。 また、かつて、大阪市までしか通っていなかった電話を、どうしても、天が崎まで通してほしいということで、有限責任天が崎き防会社が1890年に、自費で、天が崎市まで電話線を引いたという逸話もある。ありがとうございます。